はい、こんにちは、ビッグボーイです。それではようやく、フォールアウト4本編、やっていきます。ゲージに代わりニックをでまた、相棒として、引っ張っていくよ。なんかこっちの居住地は今、モッドのバグでおかしくなってるんだけど。で、クエストをね、見直してみたら、まあ、いろいろ溜まってるわけなんだけど、これがメインで進めてたクエスト。マップの奥の方で、バージルって人に会って、人だったかな？人じゃなかったかもしんないけど、コーサーというとてつもなく強い、まあ、なんだろう、人造人間だかなんだかの話を聞いて、CIT って場所にいるかもしんないから、そこ行けっていうのがメインのクエストなんだけど、ちょっと気になるクエストがね、気になるクエストがもう一個あって、これだ。ナイトキャプテン・ラーセンと話すっていうのがあって、ヌカワールドの前に行ったね、DLC のあのマップ、なんてとこだったっけ？ファーハーバーだ。ファーハーバーは、結局グッドエンドというわけにはいかな、グッドエンドというわけにいかず、もうボコボコに破壊してしまったんだけど、BOS にそのファーハーバーにあった、アカディアについて教えたら、対処する必要があるっていう話を持ち出してきて、攻撃しようぜって言われちゃったから、もうどの道ファーハーバーもボロボロだから、跡形もなく破壊しちゃおうぜっていう流れでいこう。下道すぎるな。ファーハーバーに行けってことか、これ。オッケー、中野邸もあったよな、ファーハーバーといえば。ちょっとファーハーバー行ってみよう。はい、ファーハーバー廃墟ファーハーバー廃墟に到着。誰の仕業なのかはよくわかんないけどラーセンはここか。じゃあちょっと BOS の人に会いに行こう。レイバンポイント。BOS の飛行機がすでに飛んでるな。おっ、あ、そこギャングかなんかいるんだったっけ。ここか。ここにキャプテンがいる。私です。お、こんにちは。あ、螺旋？螺旋無視しないで。あー、螺旋。あれ？いや、隠れてない。ここにいる、ここに。あ、敵がいるのか。めっちゃ無視された。え？あ、トラッパーか。やってやろう。もういない？よし、じゃあラーセン。ああ、ナイトキャプテン・ラーセン。この正体の指揮を取り、周囲の安全を確保し、攻撃に備える。攻撃を始めていいか。ああ、もうしちゃうわけ。他の方法は？解決手段が他にあるはずだ。あの人造人間たちの存在が許されないことはお前もよくわかっているだ。安心しろ、仲間は安全なはずだ。さあ行こうか。うん、仕方ないね。やっちゃおう。ついていけばいいのか。まだトラッパーがいるな。あ、トラッパーはそんな大した強くはないはず。相手となるのは人造人間なんだけども。よし、ラーセンについてこう。ラーセン歩くの遅くね。すんげえ細いんだけど、ラーセン。
のっそのっそなんだけど、眠たくなってくれよ。これからベルチバードに乗ったりするの、もしかして。よし、あ、ボルト88が攻撃されてる。ちょっと今待ってくれ。ちょっと時間を進めて朝にして。キャプテン、あ、ナイトキャプテンラーセン、この小隊の指揮を取る。周囲の安全を確保し、攻撃に備える。攻撃を始めていく。いいよ、移動しよう。よし、そこで落ち合おう。ちゃんと始まってなかったのか。ああ、やっちまうか。じゃあアカリア、ごめんなさいね。アカリアは、あ、ニュークリアスのとこにあるんだったっけ。ああ、アカディアはもうないのか。あれ、あったよ。あれ、どうだっけ、もうないんだっけ。この辺にいるらしいから倒しに行こう。さて、ここは風力発電所。あれ、そういえばさ、あ、開いちゃった。ここでそのなんだ、電源切るなりして街を廃墟にさせたんだっけ、自分は。なんかそんな記憶がある。ああ、そうだよな、ここ来た記憶あるもん。これは一体なんだ。開始。うわあ、うわあ、ん？ああ、師匠、誰だこの町をこんなことにしたのは。タービン、確かどれかのタービンが止まってるはず。あ、これだ。ああ、不正データを使ってタービンを止めてしまったせいで町はもう廃墟になってるというわけでは全く。誰がこんなひどいことを。さて、じゃあ人造人間さんたちを倒すわけだけど、これもアカディアだよな。あれ、アカディアってこの辺だったっけ。あ、そうじゃん、ニュークリアスって、そうだ、チルドレン・オブ・アトムがいたところだ。やろう、難民。まだバレちゃいないのか。やれるならステルスで人数減らしていくか。移動しよう。あ、いた。バレてね。バレてるな。ステルス値を上げたらね、一体どの程度、いてててて、発見されなくなるのか。わかんないな。で、エイムがひどい。ディーマってまだいるのか。この流れだとディーマも始末しないといけないよな。中入るんだもん。だってまあディーマ口聞いてくれなくなっちゃったしな、廃墟にしちゃったせいで。誰？あ、イリアン・ディーマ。なんだ？ああ、ごめん。意外と生き残ってる。オッケー。
待って、ニック連れてきてディーマと戦わせてるが、ディーマ、あ、そういえば研究員もいるんだったっけ。ファラデン、あと下か。今は BOS の一員として戦っている。 BOS はもう人造人間全否定だからね。ここだけでよかったのか。もう なんという大量虐殺だけど。ここだけで OK か。ラーセン、あれ、トラッパー。そしてボルト88の防衛もう終了しちゃった。ラーセン、あれ、ま、敵まだいるぞ。ラーセン、レイバーンポイントじゃなかった、こっちだ。あ、なんかいつの間にかBOS の人たち入ってきてるし。ラーセン、いや、ラーセン、ああ、不幸中の幸いだった。それで全部だと思うか。知ったことか。知るか、うんざりするくらい倒した。警戒を厳にしなければ全滅させない限り奴らはまた立て直してくるだろう。事実、あの人造人間たちは自発的にあの集団を組織し物を作り始めた。実に恐ろしい。彼らの存在は BOS の象徴する全てにとって逆風となる。彼らを抹殺したのはこの世界のためだ。しばらくはここに留まり、とにかく任務を完了させる。やってくるはぐれ者は一人残らず狙い撃つんだ。ここでは良い仕事ができた。誇りに思う。そりゃ怒るわな、ニック。まあともかくクリア。よし、もう完全にこれでファーハーバーはお釈迦になってしまったわけだけど、よし、じゃあメインやってくか。ハンターハンテッド CIT に行く。ひとまず周辺の方まで行ってみよう。さて、中野宅、今中野宅に行ってもまあ特に何も起きないとは思うんだけど、っていうか寝てるわ。いや、かすみ、あ、ごめんなさい。CIT ってどこだっけ。ここか。よし、行ってみよう。あ、虫虫虫虫虫虫。いって、虫は嫌だ。あ、この辺ちょっと野蛮な生き物だとか人だとか多いんだ。だって首燃やされてるもん、ここ。わあ、虫ばっかり。ブロートフライ。あ、でも料理はできたはず。いや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 、やめろ。腐敗、なんで歯ブラシ持ってるんだ。もう全部スクラップじゃ。
あ、硬い硬い。あ、爆発する。そこまで爆発しなくても。CIT ってこれじゃない、もっと奥か。もっと、あ、向こうにギャングいるのか。レイダーか。あ、ちょっと霧がすごい。廃墟、コーサーシグナル、コーサーの無線が飛んでるな。これ汚染物質、コーサー無線傍受。これだ。あ、シグナルか。こっちの方が強い。あ、近づいていってるな。35%、38%。来たところ戻ってけばいいんじゃね。そういうわけじゃないのか。こっちは時間切れだ。ああ、こっちから行こう。ああ地雷あ、強い強い強い。こっちか。あ、なんか違いそう。手探りだな。こっち行ってみるか。あれ、弱くなっていってる。空いてるし。レイダーのベテランは大したことないでしょって。出て離れてはいられなかったってか。いまいちシグナルの場所が。ここ入ってみる。ちょっと入ってみよう。オフィスビル。ディーマは死んだ。あ、やつを仲間と認めようとしてたくさん話をしたのに、結局俺たちが死に追いやるとはな。ごめんなさい、すべて私のせいです。ああ、お前こっちはまだ話をしてるんだよ。おい、これでディーマは死んだ。奴を仲間と認めようとしてたくさん話をしたのに、結局俺たちが死に追いやるとはな。顔を見せて。謝る。うるさい。ニック、こういう結果になって申し訳なく思ってる。いいんだ、少なくともあんたがそこまで気にかけてくれて嬉しく思ってる。ただ今回の方が答えるな。痛感したよ。出かけるとしよう。いいな、これ以上は話ができない。好感度ダダ落ちじゃね。続けて欲しいものがあるか。いやー、レイダー見つける。上にいんのか。あ、テープが切れてる。待って、ここシグナルそもそも届いてない。下に参ります。怖いのか。
怖いんだ。ロッキーガイ、ロッキーガイ。とりあえず、あ、下に参っちゃう。隠れているのか。あら、お前だろ隠れてんのは。冷却ポンプを手に入れるって手もあるな。あ、結局出口か。こっち側出るか。57%。あれはなんだ。おい、戻ってこいよ。あまり緩和するとこないよ。まだいるじゃねえか。いてててて。二度と舐めてかかっては来ないで。こっち通り抜けるか。55 62。こっちだな。あっ、76。近い近い近い。あ、これじゃね。これでしょ。86%。グリーンテック遺伝学研究所。確実にこれだと思う。あ、これですわ。交差を倒す。よし、じゃあ今回ここまでにしよう。本格的にメイン本編に戻ってきて、まあファーハーバーは散々な結果にしちゃったけど、本来の目的をね、思い返せば、ショーン、息子見つける。息子見つけないといけないから、手がかりとなる交差を追っていこう。それじゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。